気絶させなきゃステゴ。ステゴを気絶させないとダメなんだ。やばい。皆さんこんにちは、カンタです。さあ、青い救援物資を見つけたのでね、まずはこれを取って動画の方を撮っていきたいと思います。もう僕今体力ちょっと死にそうなんだけどね。何が入ってるのかな。何これ。チキンブーツ、チキンキッチンかな。読み方が難しくてよくわからんのだよな。これなんだ。腕に巻くやつかと思いきや違うな。ウォータージャー。ああ、ここに水を入れれるのかな。このね、皮袋がね、水入れれるんだけどね、これの上位アイテムかもしれないね。で、これも装備できるじゃないか。あ、いいねいいね。ちょうど足だけなかったんだ。いやー、来た来た。パッと見そんなにね、やっぱりね、足が小さいからかね、ちょっと派手さには欠けるけどね。これね、いや、足のサイズ22センチとかだろうね、これね。あっても23センチぐらいじゃないかな。これね。サソリの広角とかからできてるから、これ。よかったねー、これね。よし、じゃあ、行きますか。これだけ気になるな。何なんだろうな。皆さん見てください。この勇姿を。ただのドワーフだった僕が、なんか、T-Rex の兜をね、頭にはめてね、めちゃくちゃ頑丈そうなこの鎧を身につけたこの姿。なんか、あれだな、ドラゴンクエストに出てきそうだな、これ。あれ、あっちに。藤原カムイさんの書いてる、ドラゴンクエストの漫画の方に。すげえ、これ。頭がね、レックス・ボーン・ヘルメットって言うんだけどさ、これ T-Rex の頭にしては確実に小さいだろうというツッコミをね、ちょっと入れたくなってくるんですが、まあ、これをどのようにして手に入れたのか、まあ、いつものごとく自力で手に入れたわけではないんですよね。道行く人がね、お亡くなりになられて、それを横からいただいていくというハイエナスタイル。いやー、まあだってね、しょうがないよね、もうこれ。これ、シロさんちょっと、あれだな。シロさんちょっと、薄着だな。このままで寝てると風邪ひきそうだな。ちょっと服着せといてあげよう。はい。これね。はい。どうぞ。もう靴も履かせといてあげる。あ、グローブも、もう今にも壊れそうなグローブもね、こうつけといてあげる。はい。あー、これ、おめかしできたね。これ、女性に勝手に服を着せるっていう、この、なかなか変態チックなプレイ。いや、プレイじゃない、別に。親切心だからね、こう、風邪をひいちゃダメだよっていうね。でね、僕がね、風邪ひいたんだよね、そもそも、ね。今も結構鼻詰まりがひどくてね、鼻声になってたら非常に申し訳ございません。それでね、今日は、ステゴサウルスをね、ちょっとね、テームできたらなって思ってるんですよ。その前にちょっと蔵だけ作っとこうか。多分もうね、作れるだけの素材持ってるからさ。サドルで、ステゴサドルを作ってと。これで、これができたら、いつステゴサウルスをテームしてもすぐに乗れるようになるっていうことですよ。なので、とりあえずこれはね、死んだ時になくしたらいけないので、その辺に置いておこうかと思います。この中だな。タンスもね、結構整理したんでね、見やすくなってるんですよ。これがね、建築資機材とサドルの棚です。さあ、ここに入れておこう。OK。さあ、それじゃあ行こうか。皆さん、山のふもとに来てみれば、山のふもとじゃないな。滝のふもとですね。覚えてますかね、このでっかい拠点。なぜか扉が開いてるんですよ、これ。扉なくなっちゃってるんだよ。ここもね。なんだろうね。襲撃されたのかな。あー、こんにちは。何さんでしょうね、これ。セクシービッチさん。あらー、しかしこれまた、ねえ、どうされたんでしょうね、これね。穴開いちゃってるよね、これも完全に。多分、耐久度の限界が来たんでしょうね。このね、1万分の9317っていうのが、ゼロになったんじゃないかな。ね、それぐらいじゃないと考えられないですもんね、これ壊れるって。ほんと。でもこんなピンポイントで壊せるもんなのかな？あ、誰かが物資を奪うために壊しに来たのかな？でもさ、ここ PVE サーバーなんですよね。PVE サーバーだったらさ、そんなことできないはずなんだけどな、これ。ちょっとまあ、とりあえずアイテムの方を、多分ね、大体全部ね、
めぼしいものは取られてると思うんだよ。これね、あーこの辺でも結構設計図みたいなやつがある。大体全部作れるやつですけどね。あら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 、これ上いけるね。かわいそうだな、自分の拠点がさこんな風に壊されるだなんて、本当もう心めちゃめちゃ折れると思うよ。と言いつつ人のねこの家をねこう探っていくスタイル。ふーん、まあもうこれ以上荒らすのもかわいそうですからね、もうこれ以上はちょっと何もしないですけどね。まあ特に欲しいものもなかったしね。お、すげえ、これ物見台だ、見晴らし台だ。ちょっと見渡してみよう、これよいしょっと。おー、すげえ、これちょっとスパイグラスっていうね望遠鏡みたいなやつ持ってるんでね、これちょっと使ってみようか。あ、うんこしちゃった。おー、これプテラノドン見えるんじゃない？あ、見える見える見える、レベル4だって。あ、そんなところまで確認できるんだね、これいいな、これ見晴らし台。アンキロサウルスね。でこれドードーでしょ。あ、ドードーもちゃんと名前表示できる、これいいな。これブラキオ、ブラントサウルスだったかな。でかすぎてねもう入りきらないっていうね。あー、プテラノドンいらっしゃるよ、これこれいいな。いつかね自分の拠点にもこれ作ろう、うん、これいいもん。よし、まあ観光はこの程度にして、そろそろ自分の仕事に戻ろうかな。ちょっとね装備の方をすべて拠点の方に置いてきました。なぜかというとですね、ちょっとイレギュラーな手段でね、このすっごい拠点、このすっごい拠点の中に侵入するところを見つけたので、はい、これ入ってみようと思ったから置いてきました。これなぜかっていうとね、入ったはいいものの出られないっていうことがねよくあるんですよ。なのでね、あらららら、あら、亡くなってらっしゃるね。で出られないってなった時にアイテム持ってるとここに残していくしかないから、拠点の方にねアイテムをね全部置いてきたんですよ。っていうか、え、入れるんですけど、マジか、ここいいのか、これ。こんにちは、覗かせていただきます。ちょっと待て、これめっちゃアイテム入ってるぞ。どうする、みんな、これ取っちゃダメか。今回僕はねそんなにね非合法な手段をね使ったわけではないのでね、これ取ってってもいいんじゃないかなって思うんだな。こうやはりね、それがねマルチプレイのねもう宿命というやつですからね。あー、これいっぱいあるね、これね。うわ、かっこいいのがあるね、これは。革のやつだからそんなに強いやつじゃないけど、すげえ中入れたけど、なんで入れたのこれ。誰かがさ壊したにしてもさ、それならそれでなんでさアイテム取ってってないんだっていう感じだよね。もしくはめぼしいものはもう全部取った後なのかもしれないね、これ。でこれ結構ね僕から見ればね、かなりレアリティの高いアイテムがいっぱいあるような気がするんですけど、でも本当はもうねもっとレアリティの高いやつは全部誰かが取ってった後なのかもしれないですね。いやはや、いやはや、しかしさ岩だらけなのな、これ。ちょっと待って、これ壊そうか、この岩。いやー、この拠点すごいな。岩に阻まれてる自分の家ってどういうことだよっていう感じだよね。お、こっから先はさすがに行けないな。ピンコードが設定されてるな。いやー、びっくりするわ。いや、そもそもここ入れることにびっくりしましたね。僕はもうこのねこの柵の中でのたれ死ぬことを覚悟してここ来たんですけどね。お、これ上いけるんじゃないか。いけたね。まあいけたはいいもののだけどね、これ。いやまあね、すごい心惹かれるものはありますけど、でもね僕にはね、僕のティーンボーンヘルメットをはじめとした貴重なね装備の方をね持ってますからね、もうこれは必要ないです。必要ないからね、取っていくのはさすがにやめておきましょう。まあ今回のところは見逃しておくよ。なんだその上から目線というツッコミが至るところから、各方面から入りそうだけれども、まあなかなか魅力的ではあるけど、まあうん、今回はやめておきます。この人の心に従ってね、やっぱね、
悪いことをするとね、それ相応の行いが自分にも返ってきますからね。うん、やめときましょう今回は。今回はっていうのを強調するんですよね、こうね。さあ戦いの始まりだ。あの捨て子くんをまずはこの中におびき寄せる。うらっ、暗い、よし引っかかった。やつはこれでこっちを追いかけてくるはずだ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。そうだそうだ、いいぞいいぞ。こっちだこっちだ、開いてー、こっちだこっちだ、入ってこい入ってこい。あれ、もう気が済んだのか。こっちだよこっち、ほい、開いてー、尻尾いてんだなこれ。こっちだよこっち、こっちおいで。さあこの中に入っておいで。いいねいいねいいね、ナイス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 。まんまと入りよって。あれ、こっちだよこっち。あ、カメくんがすげえ攻撃してる。カメくん強えからさ、ダメなんだって。気絶させなきゃ、ステーゴ。ステーゴを気絶させないとダメなんだ。やばい。これはやばいぞ。どうしよう。やっぱりマヒーヤーを作んないとダメなのかもしれないね。待ってくれ、カメくん。気絶させたいんだ。そのステーゴくんを気絶させたいんだ。ふい。いて、横に回り込む。いて、ダメだこれ、殴れん。うえー、てかステゴくん勝てんのかな。前はね、僕がねダメージ与えてたから勝てたのかもしんないんだけど、まずいな。気絶しろ気絶しろ。うえー、やばい、もうリスポンできないぞこれ。まだいける。あー、倒してる、倒したね、倒したな、カメくん。優秀だなやっぱり。あー、でも体力かなりギリギリだ。ありがとうカメくん。助かったよ、助かったけどな、本当はこのステゴくんテームしたかったんだ。いやー、この拠点の中に誘い込むよりも、どうかな。誘い込むよりかは、外でマヒリアを打ち込んだ方が効率いいのかもな。ということで、本日のところはこの辺にて終了したいと思います。いやはやいやはや、人の拠点に侵入して、ちょっと観光をして、あとステゴサウルスさんをね、テームしようとして失敗してと、まあ何にも進まない回でしたけれども、楽しんでいただけたら幸いです。すげえ戦ってんな、あそこ、あそこすげえ戦ってんな。あれテームしたトリケラトプスだな。あー、ご近所さんかな、あれどちらさんかな、ちょっと見に行こうか。あー、すげえ頑張ってんな。あー、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、ユーなんて名前だい、トライブネーム名前書いてないな。ホーダイ、ホーダイくんかこれ。ホーンドかなっていうお名前かな、このトリケラくん。あー、倒したね、お疲れさん。よくやったよくやった。何がよくやったなのかよくわかんないけどね。で、対岸の方にもなんか拠点ができてるんですよね。誰の拠点でしょうねあれね。でもってね、あの下の方の拠点がなんか綺麗になくなってるんだよね。なんだろうな、誰かに壊されちゃったのかな。なんか最近ね、そういうのが多いので非常に怖いです。うちの拠点が壊されないようにちょっと注意を配っておかないといけないね。この耐久度とかね、この耐久度が減ってないかどうかをね、しっかりと確認しておかないとダメな感じですね。一箇所すごい壊れそうになってるところがあったからね、修理したんだよね。あー、今ちょっと資材を持ってないから修理できないけど、木とかね、そういうのを持ってたらね、修理できますからね。あー、これ残り1500だな。ちょっと木を切ってまた修理しておきます。というわけでね、本日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。よかったらまた見てね。鼻声ですいませんでした。